人間の運命は、ソ連の作家、ミハイル・ショール・ホーフの小説である。1956年12月31日、及び1957年1月1日発行の、ソビエト連邦共産党機関紙、プラウダに掲載された。第二次世界大戦も終わり、ソ連にようやく平和が訪れた1946年の、ある春の日、作家である語り手はドン・カファンで、 幼い少年を連れた一人の初老のトラック運転手と出会う。私船を待つ間、運転手は語り手に自身の戦争体系を物語る。第二次世界大戦が始まるとトラック運転手だったアンドレイ・ソコロフにも招集令状が届いた。彼は妻のイリーナ、三人の子供たちと別れ輸送兵として前線に向かう。当時はソ連が劣勢で、 彼はある戦いで負傷し、ドイツ軍の捕虜になった。ドイツ国内に送られた、彼は各地の収容所で強制労働に従事し、新参をなめる。運転技能のおかげで、ナチス将校の運転手に配置された、彼は脱走の機会を伺い、ついに戦線を突破して、ソ連側への脱出に成功した。しかし、彼を待っていたのは、妻と娘二人が、 ドイツ軍の爆撃で死亡した通知であった。唯一生き残った息子は行方知れずという。彼は故郷にいることが耐えられず、戦線のトラック輸送任務に戻った。ある日、彼に息子の消息が伝わってくる。ソ連軍に入隊した息子は昇進して、砲兵将校となり、隣の戦線にいるという。ソ連軍優勢のうちに戦争も終わりに近づき、彼は息子との再会や、 戦争後の生活を夢見るようになった。5月9日の戦勝記念日を迎え、アンドレイは、息子が戦争の最終日の朝、ドイツ狙撃兵に撃たれて戦死した知らせを聞く。戦後、一人きりで孤独に暮らすアンドレイはある街で、一人の幼い戦争孤児に出会う。彼らは共に暮らすようになり、孤児とアンドレイの双方に、新しく人生への希望が生まれてくるのだった。 話のうちに船がやってきて、語り手は二人を見送りながら、この戦争の嵐に投げ込まれた二粒の砂の運命について考える。この不屈のロシアの男は運命に耐えた。そして彼に育てられた息子もすべてに耐え、すべてを克服してゆくのだろうと。物語のストーリーは事実に基づいている。1946年の春、小ロホフはある人物から、 彼の過酷な戦争体系を聞き、これを小説に書くことを決意した。小炉ホフは7日間で人間の運命を書き上げた。1959年にはセルゲイ・ボンダルチュクによって映画化された。作品は第1回モスクワ映画祭で高評価を受け、ボンダルチュクはレーニ賞を受賞した。ありがとうございます。